скажи, красавцы. Прожили! より、話？ああ、ああ、ああ、よかった。先に記念撮影してもいいかい？ああ、言ってたし。
ですよ。なんですね。はい、じゃあすいません、真正面の友達から言いますけども、後ろパンティの友達もたくさんいますので、ご自身が撮ったらカメラ下ろしてあげてくださいね。いきますよ、せーの、はい、なし、うわー、おー、やる気に満ち溢れてる船橋のパンティです。はい、後ろの友達撮りましたら、ちょっと体上げたりとか、腰悪い方これに人はいませんけどもね。ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。さあ、続きまして、船橋さん、船橋さん右側行きましょう。すいません、友達です。さあ行きましょう、せーの、はい、なし、おっと、ちょっと右、はい、いいですね。なんか砲丸投げをしそうなポーズみたいになってますけどね。いやでも青空が綺麗でしょー。ねえ、同じグレーの空です。はい、3、2、1、はい、ありがとうございます。続きまして、ふだん、ほらほら行きましょう。みなさん、お友達さんからチャンス、レシュー、はい、レシュー。特に立っている方多いので、ちょっと難しいかもしれませんけど、カメラを持っている手だけは取られましたら下ろしてあげてください。ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。はい、来て、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございました。いやー、ふなっしーすごいね、ほんと気持ちいいけど、暑いかもですよね。ほんさー、この後飲みなきゃね、ほぼね、あ、ていうかさ、はいはい、あれ見てましたし、ブルナイ、ブルナイ見たしたー、よっしゃー、ありがとうでしたー。ねえ、出ましたね。結構だよね、相変わらずね、ちゃんとさやかちゃんが優しかったし、ねえ、さやかちゃん優しいよね。カメラ回ってないとこでも、うん、なんかのぴったりかけて、うん、確かに介護という人の気持ちがすごいよくわかった。答えがたいなと思ったんですな。あ、でもさ、なんだろう、本当に好きなんだなっていうのが伝わってくるよね。あ、そうした、うん、だからふなっしーはさやかちゃんにお礼として、さやかちゃんが負担した全額を払ったりだけだよね。あ、そうだし、夏休みね、現金の人やらしいから、うん、商品ゲットもいたし、現金の話が。でね、ふなっしーさん、銀座にビルを建てるらしいですけども、やらしい、ね、あれ、銀座にビルを建てるって言ったら、どうしよう、建てるしよう。ねえ、皆さん、やっぱね、まあ、夏の出荷数がね。なんかびっくりしたのがさ、うん、なんか次の日、ネットで、ふなっしービルって検索すると、はいはい、その人にビル建てたっていうのが書いてある。あ、過去形になってきてる。なるほど、もう建ててらっしゃったんですね、ふなっしーさん。建ててねーでもね、なんか、ずっと出てて欲しかったなと思ったけど、個人的には。あ、でもね、ねまたなんかあったら、うん、そうか、大変だけどね、毎回さ、この自分が注文したご飯、イリュージョンを注文するんでしょ。誰かと対策の人だったんですか。でもそれでもさやかちゃん、イリュージョン検定団になったイメージでね、ねえ、ねえ、いいかなと思いますけど、またのね、機会も。でも、今後、今後テレビの予定とかは。あ、19日、あれ17日、お、あ、ちょっと微妙だな。17、いやー、ファンの方の方が分かってますね。17日だそうです。 17? はい、17日に、はい、ラストコップっていう、うん、カラサンドシャッター主演ドラマに今すぐ一瞬だけ出てるらしい。見逃さないですよね。あ、それは19だそうです。フラッシー、ゴールデンのドラマ初めてですよ。あ、そうなんだ。しかもね、うん、ハーネスと、ハーネス屋のアンディソチはいはいインストールして、うん、ワイヤー中ってらしい。よし、バーン飛ばされるから、ちょっと楽しみにしました。え、ワイヤーでだいぶウエスト細くなったんじゃないの。あ、大丈夫、大丈夫、インストールだね。あー、なるほど、インストールしたんだね。はい、わかりました。あと、なんかお知らせある話、大丈夫。僕なんか、いろいろあるんだけど、クレーザーの上海行ったし、上海、そう、来週上海行って、うん、で、再来週が、はいはい、ピューロランドって、産業のキティちゃんのアジトに、ついにコラボの女王キティさんと。すごいですね。さすがですけど、ピューロランド東京の方にありますのでね、皆さんもし足運べたらぜひ来てください。よしよし、はい、あとはツイッターとか見たらわかるかな。大丈夫でしょ。オッケー。じゃあ皆さん、今日ステージ
あります。写真を先に撮ったのは理由がございます。話はい、今日はフラッシーのお友達いっぱい来てくれてますので、フラッシー、はい、フラッシーのお友達、ここにどうする。誰も来なかったらすごい寂しい。はい、フラッシーのお友達いるから来てた。はい、まずお父さんが飛び出したらパッパのこと、そして初めて。ご存知ですかね、白猫プロジェクトっていうゲームで活躍
ってしまうだけだよね。おお、楽しい。はい、じゃあここでですね、お写真撮影タイム行こうか。はい、どうしようかな。じゃあ、ふなっしー、ふにゃっしー、まず真ん中行きまして、ちょっとごめんなさい、皆さんお尻向けますね。ここが真ん中です。はい、はい、ふにゃっしー、じゃあもうちょっと、あ、もうこれ、はい、だけかな、はい、すみません。で、バリーさんとか、あの、ケンゴとか、おっさん、コタロウは、あの、ちゃんと見えるようにさ、出てもらっていい？うん、お顔見えるようにね。はい、バリーさんね、もうちょっと右側にスペースあるから、早く、はい、よーい、はい、オッケー。ケンゴ顔出せる？はい、できれば1列に並んであげてください。はい、さあ、それではお写真タイムいきます。先ほどと同様に、後ろの子にも譲ってあげてください。いきますよ。せーの、はい、出し。はい、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。問題はここからですな。じゃあちょっとバリーさん、右斜め後ろくらいにゆっくりでいいから下がってもらって、やめな、やめな、あ、右斜め、あのね、はい、このまま後ろに下がる、下がれる、はい、こっちこっち、で、ふなっしー、ふにゃっしー、こっち側のお友達に座りたいので、ふなっしー、ふにゃっしー、ゆっくりでいいよ、ここに行ってください。はい、そんで、おっさんとかこんな、まあ、キングもさ、どうしようかな、キングとかこの辺に来た方がいいんじゃないか、しゃがめるよ、それで、ね、